渡りました。その後1975年に引退を迎え、現在はこのように鉄道博物館で保存されています。さて今回は汽笛についてのお話をいたします。今から皆様にさまざまな汽笛を聞いていただきます。汽笛はどのような時に使用するものなのでしょうか。では早速先ほどとは違った汽笛を聞いてみましょう。大きな音がいたします。ご注意ください。それではOkay.